みほとけチャンネル。どうもみほとけです。ナム、そしてナム松村邦弘です。よろしくお願いします。はい、松村邦弘さんと鎌倉に来ました。いやー、よろしくお願いします。こちら明王院さん。明王院ですか。はい、鎌倉幕府の将軍が作ったお寺で、お寺として今も残っているっていうのは実はこの明王院だけなんです。なんでかって反北条っていうのはやっぱね、あの北条のねやりたい放題のドラマを1年間見てるわけだからできるぐらい感覚ちょっとありますよね。え、25年間すごいね。はい、ここも書いてらっしゃる通り、北条義時が犬神将、この前体の犬神将のお告げ。ソフトバンクの犬が来ましたもんね。白い犬がね。そうなんですよ。そのお告げを告げた役所犬神将がいらっしゃるお寺。その後九代執権の貞時が元寇が再び来らぬことを願い。はい、その後やっぱり元寇というのがかなり鎌倉の痛かったでしょうね。いろんなお寺さんが元寇のための祈祷されたりとか、そのためのお寺ができたりとかされる。でここも例外ではなく、それまでは義時のプライベートお堂だったんですけども、元寇に際して忠時さんが、いや国のために祈る、そして勉強する場所にしましょうということで、やっぱり徳宗家のトップですもんね。そうですね、忠時さん、まさにその北条家。先ほどはね、あの打倒北条家でしたけど、こちらはまさに北条家の皆様が代々大事にされてきたお寺でございます。いや、だから、はい、すごいいいお寺に行くね、特装家の流れ、ね、しかもちょっと中がすごいんですよ。ぜひ、はい、今ちょっと紅葉が綺麗ですね。どう、何これ、塔がすごいじゃない。はい、こちらの塔も素晴らしいですよ。ちょうど12月の頭でございます。あ、綺麗ですね。はい、紅葉が、紅葉が綺麗です、ね。はい、この奥にその義時ゆかりの薬師如来、そして十二神将像がいらっしゃるお堂がありますので、一旦我々行ってまいりましょう。はい、ちゃんとやっぱり、あ、ありますね、番宣ですね。番宣、まあ、ちょうどこの大河ドラマ決まった当初からここが大河ドラマゾーンになりまして、ちゃんとキャストの発表まで。あ、本当だ。はい、すごい、この奥がですね、本当自然が保護されている地域なので、ちょっとここから見える程度だけでもこの大自然をぜひとも味わっていただきたいですね。ちょっとここから音声のみのご案内となりますが、はいはい、電波少年スタイルですね。カメラは見ていたって、ね。はい、では行ってまいります。でも音は消してなかった。行きましょう、行きましょう。あと 2,30 分で巡って出してもらって、またあちらの方に帰ってきます。はいはい、ありがとうございます。赤染め強子になります。失礼します、赤染め強子で。ではちょっと失礼します。藍染め強子って怒られる。はい、もうこの参道から当時のものが残っているので、もうここはもうタイムスリップする道と言っても過言ではないんですよね。撮影禁止って大きい看板がありますよ。はい、これでもなんかこういう緑の時ってのは温度が下がるね。うん、寒いね、今日あったかいあったかいって言うけど、こういう何にやっぱりこう、はい、こういう緑の多いところの森林になると夏でも涼しいじゃない。涼しいです ね、 ね、こう本当にもう動物もいっぱいいるので、動物が涼みに来てるんですよ。で、人はこんなに普段多くないので、むしろ何がいるんですか、動物。カラスとかリスとか。なんかあの鎌倉殿の13人見るとオープニングにやっぱ動物の鳴き声が聞こえるよね。聞こえますね。ね、あ、カラス、あ、今日はカラスの回かな。私松村さんにそれをお伺いしてから、うん、毎回動物の声聞くようになっちゃいました。そうそう。今日カラスちょっと豚のような声の時、あ、なんかイノシシの時かな。はい、ね。わあ、綺麗だね。綺麗ですね。こういうなんか紅葉と、はい、なんつかやぶきの古い家がいいね。うん、いいですよね。心打ちますね。はい。その鎌倉はその京都を離れた新しい都にしようっていうことなので、自分たちの文化を作ろうってエネルギーがすごかったんですよ。初めてですもんね。はい、初めてです。京都を離れたのは初めてです。天皇家は京都にいるんだけど、はい、武士があの天皇家に直接働かなかったから、でも実朝は京都に行こうとしたけど、はい、そうなんですよね。実朝さんが京都と仲良くなってたっていうのもまた面白い。実朝が京都と仲良くやってたら、こうやって鎌倉なんか特集やらないですよ。やらないです。もう結局京都になっちゃいますから、ね、義時が阻止したから、はい、今日鎌倉でこうやって、はい、
景色を味わえてるわけです。そうなんですよね。あのドラマの主人公北条義時がですね、約800年前1218年に、こちらに大倉薬師堂というお堂を建てる。大倉薬師堂、この間のテレビで運慶がですね、義時に仏像プレゼントしましたけど、その仏像も大倉薬師堂に納められました。で、義時は薬師如来を信じしてましたので、薬師如来もここに納められたんですが、鎌倉幕府滅亡の時にその建物も仏像も全部燃えてしまいました。はあ。ですからここに運慶の仏像はございません。で、じゃあこの建物はと言いますと、焼けてから17年後に足利尊氏が、建て直したものです。あ、立派ですね。足利尊氏なんですよね。すごいですよね。で、薬師堂という名前の通りですね、ご本尊は薬師如来。正面右側が日光菩薩、左側が月光菩薩。この建物の場合は右側の壁沿いに6体、左側の壁沿いに6体、合わせて12体で12神将様です。義時の命を救ったという、犬神将様も当然中にございます。皆さん受付で封筒を差し上げたと思うんですけど、あの中をピッと出していただきますと、犬神将様の写真がございます。中に入りますとね、天井に龍の絵がございます。その龍の絵の右側と左側に漢字が縦に書いた板がございます。で、その右側の板の一番最後のところに源の朝の高氏という文字がございまして、その高氏の文字は本人が書いたと言われています。ありがとうございます。足利尊氏がね、はい、そうなんですよ。北条家って結構その後嫌われ者になっていきますよね。ただそれでも尊氏が鎌倉をこう収めるのに、昔を収めるのに鎌倉窪を作ったように、ここも建て直して、はい、お参りいたします。まあ、六原丹大みたいなもんでしょうね。あ、そうですね、逆六原丹大です、ね、鎌倉府を置きますからね、はい、でもこれが見事ね、この3つがすごいですよね。薬師三尊像、新井薬師と違うな、はい、でも同じ薬師如来です、ね、はい、どんな病気も治すっていうご利益のある仏様 でこちらの、はい、左のこの方が犬神将像です。大河ドラマでまさにあの北条氏が周りでデザインしたのは運慶の流れです。運慶です、はい、運慶がもともとデザインして彫ったんですけども、弟子たちがみんなで彫ったんですけど、まあ、ここが燃えてしまったの で高氏が同じのを作ったんですよ、はい。ただもうそれでもこう中に入っている魂は当時のものと変わらない。運慶でしょうね。運慶ですので。これあれ右大臣絵画の前は前に作ったんでしたっけ？犬神肖像はすでにあります。右大臣絵画の時に、まあ、その1年前にですね、この犬神肖像が夢に現れて、ここからこの大倉薬師堂という名前でその自分のお寺として建てていたんですけども、右大臣絵画の式にこのお寺に戻ってきたら犬神肖像だけなかった。あ、教えてくれて飛びついてくれたのがこの犬神肖像だったんだっていう。はい、それで自分を守ったから。そうなんです。こうやって武器を持っていて12の方角12の時間を全部守っていらっしゃるという。13、13できて、これは12だね。干支と人だから。干支ですね。犬神肖像です。あ、僕羊だからどれかね。あ、羊ね、牛とらう、さつみ、馬、羊、あ、いらっしゃいました。ダチョウクラブの南部さんみたいな頭したよね。元ダチョウクラブの電撃ネットワークの南部さんだな。あの、よく見ると頭の上に羊も乗っかっていらっしゃいます、ね、おー、はい、あ、そうか、みんなあのちょんまげのところに干支があるんですね。そうですね、はい、こう一体一体もかっこいいですけど、全体で見るとよりポーズのバランスをとっていて、なるほど、はい、かっこいい。幅を利かさないようにね、幅取るからね、はい、ポーズ。あと運慶に依頼できるっていうこと自体が大きなステータスになってくるんですね。なのでこう北条とか、先ほどおっしゃったような明院の、あの将軍家とか、そういう実権がある人たちが運慶に依頼できる。かつ運慶っていうのはもともと京都の人なんですよ。もともとはそっちで腕を修行していた人なので、それを運慶に依頼できるイコール朝廷の御用達の人に俺らも依頼できるんだぜっていうステータスにどんどんなってくる。なるほどね、はい、っていうので運慶とのつながりがある、こんな立派な仏像がありますうちにはっていうのは武士の皆さんの中で大きな誇りだったに違いないでしょうね。幕府が力を持つと同時に運慶を動かせるんだよと、はい、そうです、そうです、まさにそうです、ね、運慶のような立派な職人を動かせるようになったら、はい、武士も一人前だよって、はい、そうです、そうです、ね、そうです、そうです。
はい、足利尊氏公の字がどこに直筆の胸がちょうど見上げてるとそのちょうど見上げた真上 の字が書いてある針があるじゃないですか、うん、あの名前から足利尊氏の名前ですか、はい、読めますか文は3年ってなってますかね文は3年の11月になってるからあれは尊氏の文字ですか征夷大将軍源阿尊尊氏源阿尊でもあれでしょうね、はい、やっぱり源氏が滅んだから足利が出てきたんだよ最初から足利に将軍させておけばいいんだけど、はい、足利に将軍させておくと北条の力が弱まるからそうですね北条は許さなかったです ねそれを北条はやっぱり自分らが上でいかないと嫌なんでしょう、はいはい、もうそれはもう吉時さんの代から始まったね最初から足利に任せておけば源氏の血筋的には問題ないんですけどね、はい、そうなんですけどね高氏もあるでしょう。やっぱり鎌倉時代の供養にもなるんじゃないですかね。あんまり勝手なことやりすぎると、やっぱ建武の震災から明治維新まで一切朝廷の時代ってないんですよね。うん、全部幕府の時代だから。そうですね。全部制作会社任せの。朝廷は座ってるだけ。それじゃダメなんですよ。ということでこちらが義時が自分のために作ったのが初めオリジナルです。自分のため大河ドラマでもちょうど運慶に仏像を作るの依頼されるじゃないですか。なるほど。その時にできたものが鎌倉時代の終わりに一度焼けちゃいましたけど尊氏によって再建された、ね、だから吾妻鏡は、はいはい、幕府寄りの新聞だからそう調子のいいこと書くんですよ義時のなんか美談を増やさなきゃいけないそうですねそれを冷静に見つめていた西側のね慈円上人が慈円上人は長台詞覚えやすいからねあの人すごいね山ちゃんのこの間台詞長台詞源の九条の頼家の方こんなことないし九条の道家公の娘さんの九条金座の関白九条金座の娘さんの何々で何々ってよく覚えてますねあれ言えないでしょ九条義経公の娘婿でもあります九条道家公の娘の九条これをミトラでございますありがとうございましたありがとうございましたちょっとこちらはい、三つ鱗北条の三つ鱗です北条何三つ鱗、これ北条家の家紋なんですよこの三つ鱗っていうのがなんで北条氏ゆかりのお寺さんは瓦とかよく見るともうこの模様ばっかり出てきてますちょっと中入りましょうはい、こちらがですね可愛らしいねはい、犬神将ちょっと近くで見ると等身大パネルとなっておりますちょっとなんか犬のね、はい、なんかちょっとこうなんか朝散歩されてるお犬さんのようなそうですねマルチーズ系のね毛の長い可愛 いワンちゃんですよねちょっとブルドッグのような可愛らしいよね俺なんか大好きなんだこういう、はい、ちょっと金剛力士と違ってちょっと可愛らしい可愛らしいですよねなんか、はい、で犬にね子犬も乗せてますからたまにやばらかこれ犬の顔だよね犬の顔ですねいやそこのキャラクターも落とし込んでるのがやっぱすごいですよねあの時代にこれだけのキャラ描けるってすごいよねすごいですよ手塚治虫先生のようなぐらいのいや手塚先生もこれは見てるんじゃないですかもしかしたらすごいですよちょっとここよかったら鎌倉武士になれますがへえはい、っていう甲冑も甲冑もあるので記念撮影にどうでしょうかちょっとあれだね、はい、年賀状にしようかな今から行きますかこれを年賀状にしようか、はい、来年家康なんだけどおーいい年賀状に私はちょっとこの御家人をお借りします新章と同じ大きさの太刀ですあ、似合いますね同じポーズしていいですねこれで年賀状しよう、はい、もうめんどくさいこれが一番いい、なんか面白いなさあ、ということで八音寺一通り巡ってきましたいかがでしたかいや面白かったね、はい、まあ、なかなか自分で鎌倉に行くときにここに来ないからねいい穴場を教えていただいたな、覚音寺で、また足利尊氏が建立してたっていう足利尊氏の字があるっていうのはこれはすごすぎるし最初に言った妙音寺さん、住職の方が非常にいい方でねそうですね、よく説明してくださってどちらもなんか藤原の頼経足利尊氏やっぱ征夷大将軍が
作ったもんじゃない。そうですね、守ってきて後からね、後から焼けたものを建て直したっていうのは、うん、僕今日触れ合ったのはなんか執権じゃなくてね、藤原の頼経が建立したのと最終的に建て直した足利尊氏、はい、まあ、まあもちろん北条家のものなんだけど、はい、そういうものがね、ちょっと将軍家発信のものを2つ見れたっていうのはちょっと幸せです。いや嬉しい、ありがとうございます、ね、また鶴岡八幡宮はもうプライベートで行ってますんで大丈夫です。大丈夫です、はい、プライベートで山ほど行ってます、はい、そうなんですよ、ここをぜひともご案内したくてですね、もちろんあの子匂うじゃない、はい、ここに御家人に入ろうかと思いまして、なんかこうちょっと松村さんに伝えようかなと、ちょっとこの格好の方が右大臣配下の式みたいな、僕がなんか苦行みたいな工業か、今はちもちしてね、これをじゃあ今、うん、胃腸に隠れている松村さんに、うん、そうなんだよな、多分、はい、相当あの血が溢れると思います。そうですね、冷めると思いますが、いや、そうですね、あの義時さんゆかりのお寺なんですけども、うん、やっぱりその高氏までの歴史をこう感じてくださる松村さんにぜひとも、そうですね、本当によかったと思います。あの義時のつもりで行ったんだけど、はい、結果的に聞いてみたら高氏がもう一回立て直したってことで、そうなんです、高氏と頼経っていう征夷大将軍発信のところに来れたっていうのはね、いや本当に、うん、ぜひ、あ、いいじゃないですか大丈夫ですか、大丈夫ですか、打ちまくりですけど、まだよかったらね、今日の思い出も、義時はね、はい、もう大河ドラマ館でまた味わいます、味わいますから、今日はもう高氏だった、うん、うん、ありがとうございます。ありがとうした。続きは松村邦弘のためにならないチャンネルで鎌倉の旅続きますのでご覧ください。はい、お願いします。ナムーナムー、松村さん本当にありがとうございました。ナムーナムーナムーナムこの事務所であまりうまくいかなくて次の事務所で非常にこう働く担当さんもいらっしゃるじゃないですか、ね、7年ぐらいでしょ。